若年失業率が下がったんだって。よかったね。よかったね。ロイターが報じております。今日の朝の記事ですね。中国の若年失業率、9月は 17.6% に低下ということで、信じていいんですかね。この間ね、カリュウさんね、東京財団のね、主任研究員のカリュウさんが、この失業率を下げるテクニックについてね、解説されてましたよね。若年失業率を集計するのって大学にね、内定どれぐらい取ったのかっていうね、内定率どれぐらいって質問を出すらしいんですけど、その内定率を上げるためにですね、大学の方はね、雇用契約書持ってこいと、お前を卒業する認定をね出すために雇用契約書が必要だと、内定した会社の雇用契約書持ってこいって言うらしいんですよ。雇用契約書を持ってこれない子は自動的に留年させるんで失業統計には入りません。どうしても卒業したい人はですね、この雇用契約書買ってくるらしいんですね。日本円で6000円ぐらい出すと買えるらしいんで、買ってきてですね、この会社に内定決まってますって嘘ついて卒業すると、そうすると、あ、なるほどねと、内定決まってんのねと、もうこいつが言ったんですからね、内定したって言ったんで間違いないですって言ってやってるらしいんですよ。なのでこの統計どこまで信じていいのかというところですが、8月は 18.8%、 そして9月は 17.6% ということで低下したと。チャイナの場合ね、ほら卒業が確か9月でしょ、だからそういうのが増えてんのかなとで、内定したっていう、なんか証拠持ってこいみたいな、そういうパワハラめいたことが増えてんのかなと思いました。世間的には今どうかというとですね、例のチャイナの GDP ね、5% いかなかったということで、先行き不透明感が一層増してるという報道です。これ読売新聞もね、こんな風に書いてるんですね。中国経済の減速、先行き不透明感が一層増したということで、GDP がね、4.6% 増でですね、伸び率が縮小したということを捉えてですね、先進国が主要な指標としている、前期比の換算率では 3.6% 前後、成長だったと。中国のですね、2024年の成長率について 5% 前後のね目標掲げているけど、達成できるかどうか微妙と。やっぱりあの不動産がもう全然ダメと。新築住宅の在庫がダブつき、不動産開発投資は減少していると。中国では家計資産に占める不動産の割合が欧米と比べて際立って高く、不動産価格の下落が消費を落ち込ませていることも懸念材料だと。まさにバランスシート不況が起こっているということなんですが、チャイナはね、9月に入ってから立て続けにですね、金融緩和とかね、財政出動なんかやったんですけど、どうもこれがあんまり効かなかったんじゃないかと。私が香港株をショートしたのね、まさにピークでですね、ドカーンとピークつけた後グニャグニャグニャって感じで今揉んでます。ただね、この後なんかまたあるかもしれないですね。ただこれ無理やりこれ前回のピーク超えるようなそういう演出をしたとしてもですね、そういう無理って長く続かないんで、もっと上がったらもっと売ってやろうって私はまあ思ってますけどね。普通投資家はそういう風に考えると思うんですよね。短期的なですね、こういうカンフル剤っていうのはあくまでもですね短期的なものでね、それ切れたら終わりなんですよ。実際もう切れそうだってことで株価はね、もうちょっとピークつけた後グニャグニャってなってる。こっからもっと下がるか、しばらくこのまま行くかみたいな、そんな感じですけどね。それからあと、まあ海外の投資もですね、非常にまあ減少していると。国内市場が縮小してですね、国民がですねデフレモードでね生活切り詰めていると。今後、補助金による過剰な生産を増やしてですね、輸出への傾倒をですね一層強めるとですね、日米欧など主要先進国との間のね摩擦は避けられないと。ますますチャイナ景気悪くなっちゃうんじゃないのみたいなことをですね、読売新聞は報じております。この件についてですね、近藤大輔さんね、日本を代表するチャイナ通のお一人だと思うんですけれども、現代ビジネスにね6ページにもわたるね結構長い記事をお書きになっててね、その中でね、中国経済の低迷最大の原因というですね、大変興味深い見解をねお出しになってるんですよ。ちょっと該当部分だけね読むとですね、中国のね国家統計局がまあその発表したデータねあるんだけれども、ほとんどがその悪い数字なんですよ。ほとんど悪い数字で、唯一プラスなのがですね、家屋住宅の売れ残り面積というのだけプラスと、それ以外全部マイナスという、まあ、悲惨な状況なんですね。それはね、このように言ってます、近藤さん。中国は2020年から2022年まで3年にわたり、習近平主席の絶対命令によってゼロコロナ政策を貫いた。それによって全国の経済が悪化し、14億人の生活が押しなべて悪化したと。2022年末からさすがに通常の生活に戻したが、2023年3月に3期目に入った習近平政権は、経済の V 字回復を優先させるべきところを、相対国家安全官というですね、相対国家ね、総合の層に体ね、相対国家安全官というガチガチの社会主義政策を前面に掲げたと。これによって中国経済は V 字どころか I 字型と言われるほどさらに悪化していたということで、 V 字じゃなくて I 字ですね。ガチカウントダウン状態。近藤さんも私のガチカウントにね、ガチカウントダウンに賛同していただいてるんですけど、 V 字どころかも I 字ですね、急降下みたいなことになったということなんですが、この後ね
例のいろんな景気刺激策が出るんですけど、これについてもですね、近藤さんは割と辛口なんですよ。次々に経済回復策を打ち出すも点々点と。ようやく経済回復策に方向転換したのは今年の3月の全国人民代表大会が終わってからだと。5月に4つの新政策を出し、経済悪化の根本原因である不動産を立て直そうとしたと。その4つの政策っていうのが、販売契約を結んだマンションの建設と引き渡しを円滑に行うと。商業銀行は不動産への融資をしっかり行う。地方の国営企業がマンションの在庫の一部を買い取り、低所得者向けの住宅とする。ゴーストタウンを政府が買い取って転売すると。この4つだったんですね。これに付随してですね、中国の中央銀行であるね、人民銀行はですね、3000億元。約 6.3 兆円の資金枠を設けたと。なおかつですね、住宅ローン金利のですね、下限を撤廃したということで。やったんですよ、チャイナはね。やったんですがと。だがと。ね、近藤さん言ってます。だが、これは、微方策に過ぎなかったと。付け焼き場のね、取り繕うね、しょうもねえ政策に過ぎなかったと。しかも現場の各地方政府が、どう対応してよいか分からず、混乱を招いたと。ある中国の経済学者は私にこう吐露したと。巨大な山火事が起こっている時に消防車を4台出してきただけでどうやって火を消せるんだとマグマに霧吹きじゃねえかみたいなね、私もよく言ってますけど、マグマに霧吹きじゃねえか、山火事に消防車4台てめえどうすんだほらっつって言われたということですね。おっしゃる通りです。この経済学者言ってる通りです。近藤さんもですね、似たような印象を持ったそうです。それね、何に比べてかというと、鄧小平のね、改革開放路線あったでしょ。あの時ね、チャイナはやっぱね、死ぬ気でやったらしいんですよ。さらにね、98年の主要期ね、これもね、国営企業改革を行ったんですけれども、これもね、もう本気度はもう今とはもう比べ物になんねえと。さらにね、温家宝2008年にね、リーマンショックから守るべくね、4兆元の財政政策やりましたけれども、こういったものね、こういう改革に共通しているのは、時の政府が本気で改革を目指したことだと。実際改革には痛みが伴い、一時は混乱に陥ったが、混乱期を過ぎると経済は急速に V 字回復していった。今から振り返ると、時の為政者たちが確固とした信念のもとに大胆な改革を断行していった様はですね、見事だったと。ところがです、習近平政権にはこうした過去の政権のような本気度が見られない。お前思いっきりやってろっつってんなと。習近平、お前それが思い、お前の思いっきりと舐めてんの舐めてんのかみたいな、そういうね、佐山悟さんみたいな状況だと。さっきのね、厳しい意見を言ったですね、同じ経済学者がね、こんな風に言ってると。そのね、発言を引用されてます。これもね、秀逸なんでちょっとそのまま読みますけど、それは習近平、主席本人が誰よりも緊縮財政派だからだと。習近平が誰よりも財務真理教なんです。信者なんです。地球教授フェザーンなんですよ。習近平フェザーンなんです。ガチなんです。世界が度肝を抜くような財政出動や金融緩和にはそもそも反対なのだと。中国人民は一家が何とか暮らしているだけの収入と住む家だけがあり、商工社会、そこそこの暮らしができる社会で良いのではないかというのが習近平の発想なのだと。みんなで貧乏になりましょうみたいなね、まさに社会主義ですけれども、それをやってるのが習近平。なおかつ財務真理教ですよ。地球教なる財務真理教フェザーンから来てるんです。習近平はね、これもどうしようもないと。さらにね、この経済学者こう続けます。トップがそういう考えなので、大胆な政策などは出るはずもない。結局官僚たちはなるべく無難に諸政策を小出しにして、習近平主席に向けてやってる感をアピールしているのだということです。近藤さん曰くですね、9月に発表されたね、金融緩和と財政出動の件ね、財政大臣がまあ会見してね、追加はやるけど金額言わねえみたいなありましたけれども、あれもですね、ただやってる感出してるだけの政策でね、ほとんど意味がないというですね、辛辣なですね、評価をしております。これ全部納得ですね。さらに言うと V 字回復がね、愛知で奈落みたいな、まさにガチカウントダウン状態ってところもね、ほんとその通りだなと思います。日本もまあそうでしたよね。白川正明っていう日銀総裁がね、日銀の独立性っていうのは盾にですね、無為無策であることをね、いろんな言い訳してですね、何もやらなかったわけですよ。サボタージュして実績ね、トップを変えたら、黒田総裁に変えた瞬間にですね、もう日本はデフレを脱却したでしょ。マイナス 1% だった物価上昇率は 1% になったじゃないですか。あれでみんな助かりましたよね。今ちょうど30代ぐらいの皆さんってね、あの頃就職活動してたので、皆さんね、仕事ができて、今転職なんかしちゃったりしてね、できたと思うんですけど、僕の後輩ぐらいですよ。僕の5歳ぐらい下の後輩っていうのが、多分1997年前後の就職活動やってた人たちだと思うんですけど、この辺が一番悲惨なんですよね。もう仕事なくてね、就職もできない。就職できないから、とりあえず大学院って言ったら、大学院出たらもっと状況悪化してたみたいな人たちが、これぐらいの世代で。これぐらいの皆さんがですね、やけくそになってね、日本だとね、令和新選組なんか応援してる人多いみたいなんですけれども、本当にね、過去を残すんですよ。
この若年失業の問題っていうのはね。だからそういう統計の遊びをしているような場合じゃないんですよ。卒業をね、人質にとってですね、卒業認定人質にとって、嘘のね、内定書を取らせてくる、嘘の雇用契約を取ってくるみたいな、そういうことやってる場合じゃないんですけど、やっぱりね、上が上だけにね、皆さんやってる感ですよ。それで数字作んないと自分が粛清されちゃいますので、いやいややってる、無理くりやってるというのがですね、ひしひしとですね、このね、近藤さんのね、チャイナ2である近藤さんのね、このレポートからも伝ってくるなと。これほんとちょっとやべえんじゃないかなということです。そんな中ですね、若者はね、本当になんかもう希望を失ってるみたいでね、これ今月の何日前だ、3日前の記事なんですけどね、共同通信のおそらく全国に配信した記事でね、いろんな地方紙に載ってる記事なんですけど、中国、AI に恋する若者たち、少子化白車の懸念もということで、AI が好きなのみたいなね。ちょっとまあやばいことになってるんですよね。記事内容は有料なんでですね、ちょっと読まないでおきますけれども、要は現実のね、世界にですね、なんかこう、嫌気がさしてというか、一応 Yahoo ニュースの方に転載されてるやつで記事読めるな。一応公開されてるからいいのかな。これ読むとね、AI が中国人の恋愛感を揺さぶっていると。画像や音声を生成できる AI 技術を活用したバーチャル恋人との会話サービスに夢中になる若者が増加と。デート費用などの負担が軽く、手軽さが好評だと。人口縮小への危機感を抱く当局にとっては逆風で、少子化に拍車がかかる懸念もくすぶると。これなんかアメリカメディアが報じてるらしいんですけどね。AI フレンド市場がですね、もう爆増していると。これやばいですよね。田中秀富先生ね、経済学者でありね、アイドルの専門家である田中秀富先生おっしゃってましたけれども、デフレになるとね、アイドルってすごく需要が高まるらしいんですよね。景気良くなってくるとね、セクシーアイドルらしいんですよ。わかります？デフレの時っていうのはもう恋人作ったりとかできないので、バーチャルに行っちゃうということで、ホームスまさにこのデフレン時のアイドルなんですけれども、ああいうバーチャライズされたですね、アイコンみたいなのが受けるんですけど、チャイナではですね、そこ突き抜けてですね、本当にバーチャルアイドルと、存在しない AI に恋してしまうみたいなところまで、まあ状況がいっていると。これも典型的にですね、デフレを象徴する出来事かなと。このアメリカのですね、メディアの報道によるとね、バーチャル友人を作ることができるアメリカ発のアプリがあるらしいんですけれども、これがですね、2021年の1月から7月の中国におけるダウンロード数がですね、5万5000件だったと。20年通算比で倍増ということだそうです。すげえなと。この記事はですね、この記事自体は最近の記事なんですけど、2021年でもう5万5000ですからね。もう今2024年ですから、相当このバーチャル恋人広がってる可能性ありますね。ただでさえ少子高齢化なんですけども、これかなり重い負担、将来にね、まあ、まさに加工を残すっていう話ですけれどもね、そうなっていくのかなと。習近平自身がですね、本当にどうにかならないと。多分バカってほら、ピーしなきゃ治らないので、これ続くんでしょうね、長くね。チャイナの医療技術も発展してますから、簡単にはあの世にいかないと思いますので、習近平もね、大変だなというふうに思います。今日の内容面白い、興味深いと思った方は、ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ガオー。